皆さんこんばんは、和也の孫です。今日も聞きに来てくださりありがとうございます。さて今日の話なんですけれども、そうですね、じゃあ今日は自分の話を一番聞いているのは誰という話をしてみたいと思います。皆さんこういろんな人と普段日常生活でこう会話をすると思うんですけれども、自分の話を一番近くで聞いていてくれているのは誰だっていうのは分かりますかね。家族でしょうか、まあ恋人でしょうか、それとも職場の仲間でしょうか。誰が一番こう自分の話を聞いてくれてますかね。これ答えは実は簡単でですね、自分の話を一番近くでしかも真剣にずっと聞いていてくれてる人っていうのが一人だけいます。それは自分自身ですね。自分の発した言葉っていうのは自分自身はもう必ず聞いています。しかもこうそれが嘘なのか本当なのかっていうのも全部分かった状態で聞いています。なのでこう自分の話を聞いているのは自分っていうのはちょっと気づいておいた方が助かることがたくさん出てくると思います。なぜかというと、こう例えば人の悪口を言ったりだとかネガティブなことをずっと言い続けていたりするとどんどん元気がなくなっていってしまいますよね。それはそうですよね。だって自分の話を聞いているのは自分なんですから。なのでポジティブなこととか元気になることとか人を褒めたりとか相手を励ましたりだとかっていう話を聞いているのも一番近くで聞いているのは実は自分自身なんですね。なのでこう人を励ましたりだとか元気を与えようとしたっていうのは実は自分自身に対してもこう元気を与えたりだとか自分を励ましたりだとかっていうのをしているのと同じことになるんですね。なので普段発している言葉っていうのは実は気がつかないけれども自分自身はしっかり聞いていてくれてるんです。いいことも悪いことも全部聞いてますから、やっぱり自分が発する言葉っていうのはいいことをたくさん発した方がやっぱり自分自身も元気になりますし、当然その話を聞いてる相手もやっぱり元気になると思いますので、普段どんな言葉を使っているかっていうのは結構大事なんですね。なのでよかったら、これからも皆さん相手が元気になるように言葉を選んで使ってあげると実は自分も元気になってしまうっていう、こうおまけがついてくるみたいなことが多々あると思いますので、よかったらこれから頑張ってポジティブなこと、相手を褒めるようなことっていうのをたくさん言葉使ってみてください。それでは和也の孫でした。また明日よろしくお願いします。